欲じゃないの。立てて配信してた。マジ？今日のカード7本がおつぽん来ました。ありがとうございます。今日のご飯は安定のこれです。うちこのご飯食べながら3回目やけ人気で配信するの。今日も皆さんおなじみのお寿司を食べながら配信したいと思います。皆さんどうでしたか？楽しかった。めっちゃめっちゃ緊張したけど。めっちゃ嫌かになってんけど。めっちゃ楽しかった。で入んないや、まあ、バナナが多いな。みんなバナナしてきました。バナナやってみたかってんな私。だから嬉しかった。めっちゃはるかにバナナやでって言われて、めちゃめちゃ嬉しいって。最高やった。嬉しい。そう、安定に汗やばいです。あ、おうちバーベンの時スパッチャー投げたけど、嘘。なんか漢字ノート、漢字ドリル買ってあげるって言って投げてくださった方いたよってママから言ってました。そう、未成年って言われたんですよ、お店の方に。つらま、慣れてるんで大丈夫です。慣れてるんで私は、それ言われること。飛ばしそう、醤油。シンシンはすっぴんで、もう帽子めっちゃ深くかぶって、ラジコの話、そうラジコの話しました。ラジコで聞いてる人いたかな。あれなんですけどね、普段やったら私どこを見えてもそう、レナ大人っぽいね。私服も大人っぽいし、身長も高いから。そう、今日ははるかがサーティワンのアイスクリームも買ってきてくれたので、後で食べます。電話じゃフェードアウトしたバロタ。それはレッスンの時はあれやな、ね、よいしょ、いただきます。何がみんな良かった、何の曲、1曲目からじゃ振り返る。それはなんかはるかが振り返ってくれそうやな、ショールームで。レッスンやった。嘘、何の衣装、オープニングかな。オープニングだってうちら一番最初のさ8周年のサヤソニーの次にできた。え、ちゃう、サヤソニーより前か、あれ。うん、8周年が先。じゃあ初めてのさ自分の衣装じゃない。そうやで、やんな。そうだから一番最初やねんな、あれ。そうだね、はるかが言ってました。はるかが、あ、賑やかになりますね。いただきます。それでは、え、ご飯あんの。あ、うん、マジ。うん、終わりたいと思います。うん、めぐってんですね。めぐってんね。プロデューサー来た。見て。ピロピロ終わったらやろう。プロデューサーお疲れ。ハルです。久々。な。めっちゃいい匂いするやん。食べてんやろ。食べたけど。ハルちゃんアイス持ってきたんで食べてね。もう言った。言った？早くない。食べ物早い。ハルがアイス買って言ってくれた。イエーイ。夏王子。帽子がプロデューサーっぽいね。エンドロールです。確かに。8位、コムソン、ありがとうございます。お疲れプロデューサー。7位、いや、みんなが頑張ってくれてめっちゃ嬉しかったよ。いや6位、いっぱいだっていっぱい働いてくれたから、めちゃめちゃスムーズにリハーサル進んだもん。嬉しい、そう言ってもらえると。なんかやってよかったと思った。あ、ペンライト。3位、シン、ありがとうございます。ハルピ。2位、中島よし、これはな、自前ですね。レランと一緒に買いに行ったり。何だっけ、エンドロールも自前。うん、抱きしめられたらも自前。そう、ユニットは自前です、衣装、うん、みんなだから帰ってた。シンシンとかは7時にリハーサル終わって、やばい8時に服閉まるって言って1時間で決めてた。そうそうそう、それではバラされてる。あ、焦ってるあれ、うん、焦ってる。デコダシンシン、デコダシンシン、あ、すごい、デコダシンシンや。なになになに、こだわったところは自分で言ってる。配信でまだ出てないか。まだや、今日家帰ってしよう。あ、なるほどね。またな、あれしようと思ってね、解説配信。そう、解説配信してくれるかなと思って何も言ってない。する。なので皆さんその時見ましょう。私も副音声で見るわ。どういうことどういうこと、自分で言っててわからなかった。いや、パンパンパパパン選んだ理由は？パンパンパパパンを選んだ理由は？あ、違う、間違えた。隣のバナナ。隣のバナナを選んだ理由は、うん、もうとりあえず2人ともウインクじゃないですか、う
うん、でウィンクでなんかこう、まあ、ユイナがリーダーやからこうまとめてるっていうのは分かってて、うんうん、ですごいずっとナンバトルの時から、うん、ルナがなめっちゃ成長してんねんっていうのをずっと聞いてて、うん、そうリーダー同士喋る時とかに、うん、でああそうなんやって、やっぱ同期やからこそ、で特にレナなんか一番年下、うん、ロッキーで、一番年下で入ってきた、そうそう最年少やからこそなんかこう成長がすごいユイナには分かるんやなと思って、うん、なんかそれをずっと聞いてたのがあったから、うん、絶対この2人の組み合わせでしてほしいと思って、うん、隣のバナナめっちゃちょうどいいやんと思って確かに、え姉妹ちょうどいいみたいな、確かに、でちょっとなんかいじられキャラのユイナみたいなのがちょうど合ってるなと思って、うんうん、隣のバナナはもうすぐ決まった。おすぐ多分一番にユニット決めた。そうなんや、嬉しい。なんか他の4人はめっちゃ悩んでん、うんうん、で何個か候補出したんやけど、うんうん、ここはもう候補も何も隣のバナナ嬉しい。それぐらいめっちゃハマってましたね、はるかの中で。いやちょうどめっちゃ良かった、ありがとうございます。ハルピーのおかげです。やりたいっても言ってたって、そうめっちゃやりたかったよ、隣のバナナやってみたくて、そう新聞紙持つの夢やってん。 でもなそれそうリハーサルの時さこうやって読んでてさ、うん、なんて書いてんねやろ英語で、ね、英語なん、英語やねん、私新聞、英和新聞みたい なかっこいいあれ。そうだから、でもしな用意できひんかったら、うん、ちょっと借りられへんかったら、そうそうそう普通の新聞持ってくから毎日新聞でも持っていこうかなと思って、朝日新聞借りようかな、絶対やめてって思ったけど、そうそうそう借りれたよな。そうやね、よかったよかった、楽しかった。おマリーの隣のバナナもね見たいみんないや違うね、まあ、ことなんかさダンスもやばかったよななんか全部これやねんもん、あのなんかあの後ろ蹴りやねんけど、前のことこんなないんやろ、ハルコこれが好き、ちょっと見てよ、まだまだお子ちゃんまだえこれもあれなんかただ捕まったかのように見たいやっていく。だってもうリハーサルとかさ16時に終わるはずやったのに、謎かにさ、いやほんまに気がついた21時の時とかあったような、お疲れ様です。そう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 、めっちゃねいっぱい喋ったな。なんかいいそのリハーサル期間もすごいいい期間だった気がする。めっちゃ濃いリハ期間やった、うん、なんか短かったけど、そうめっちゃ語ったよな。そうなんかもうなぶっちゃけみんなもう卒業する時も絶対言ってないもう6人しかおらんかったらそうなるよな、うん、でもなんかもうより大好きになった、うん、そうわかる。なんかみんなの考えてることとかも、えそうやっと知れた、やっと知れたシール1個なくなってる、本当だ。なんかそれが良かったよな。そうなんかみんながどう思ってるのかとか、そうそう誰が一番最初に結婚すると思うのかも面白かったそんなね踏み込んだとこまで、そうで絶対誰も結婚しないよな誰もしない楽しい話もしました、いっぱい。あと昔の話もしたよなした、なんかみんなどんな学生やったんとか、ほんまにそれがめちゃめちゃ面白かった、うん、かった、うん、マリンの中学校の写真も面白かったどう前髪がノリのやつあれも面白かった、最高、6期生最高、最高でした。あとマリンの抱きしめられたらもう面白かった、最高一人のやつだ、それちょっとダメなの、抱きしめられたらいいんじゃない、いいんかな、もう面白かった、のしてたか誰かのして、のしていい、いいよマリンはあのユイナあのレナがヒール履いてバナナやってて、ユイナがヒール履かないでやってる時のあのバナナ乗せるわじゃん、オッケーオッケー、うち何あるやろ、いやもうこれしかないんだけどマリンとバナナは乗せちゃダメなのそこやでね、じゃああれな、うん、あのなロアさんのナナホタンとアミルとアミラコに見せたら全員大爆笑して、あ本当にめっちゃ巻き落ちた、嬉しいもうみんな喜んでたから嬉しいそれ、嬉しい笑 うみんなレナのバナナやってんのみんなニヤニヤしたでしょどう誰だ、だってマリーはあのヤフ、だってヤフーコメントみたいな、なんか定住なんかあるやん、出てくるなんか意味とか調べるやつ、 あれでしっかり隣のバナナの解釈までちゃんと読んでたからうちが歌詞の意味あの分からんって言ったらちゃんと調べて音読してくれて、あのモバメにさ
今日はあのそのロッキー公演でやる曲 の, あの意味をしっかりと調べました。意味シーンって書いてから多分あバナナのことだったんだってみんな思った。やめろやめてやめろマジで。マリン面白かった。踊り方も面白いよな。マリンが今回めっちゃもうめっちゃ笑かしてくれた。え、わかる。なんかさちょっと壺にはまるのがすごかった。生き生き、いやこれをほんまに外で出してほしいよ。出して MC 中とか絶対面白くなる。めっちゃ面白いんですよ。ほんまにロッキー戦で一番面白いと思う。やだそう、やだやだ。だからあのリハーサルをちょっと本当に皆さんにステージ上でできるようになってください。はい、いつもかっこいいからな。クールな感じやから。そう、クールな感じやからな、マリンちゃんな。めちゃめちゃ面白いです皆さん。ファンの人は知ってるんかもしれない。まあ、ファンの人は知ってる多分。そうやな、NNB のファンの人に知ってもらいたい。そう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 。ボヨンボヨン。はやんばやん。アイス食べたい。食べたい。リハでもずっと言ってた。マリンちゃんも。アイス食べたい。何時にしようか。何にするの？全然進んでないよ。何時？19時ぐらい。ゆうかちゃん何時に終わるの？決めてない？うん。オッケー。今7時。今日そろそろ。で、ピロピロが開けば開けるんだか。ピロさん結構やってる。つうかここでかぶせていいならやってみたい。うん。うん。はるちゃんはお家帰ってゆっくりします。ゆっくり配信します。喋りたいこといっぱいあるからね。そうな。みんな青ざめた月がまだからフリー。いやマジで早口言葉よな。マジで練習ずっとしてて、出口がもうねほんまゆいながねなんか本番前ぐらいになってね全然違う歌詞で。青ざめた月からからから窓からフリーみたいな。ね、青ざめた月は窓からフリー。違うよ。窓から。青ざめた月が窓からから。なんだっけ。優しい。青ざめた月が窓からハラフリー。あ、腹からフリーだ。あ、そう腹から。そんなんやってなんか全然よくわからない。さよならの日がかり。日がかり。お知る手がかり知っちゃったさよならの手がかり知っちゃったらしいですよ。手がかり知っちゃったんだ。そう、そんな言い訳はなんとかなんとか違うから全然言い訳とか全然ない。時のなんとかかんちゃらじゃなかったねえねえ愛しすぎてもう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 ってやばい失やばいねえもう全部日本語になってる。エンドロールずんちゃん全然かっこよくない。やだやだだって他のユニット絶対できひんわと思ってたもんねえねえ。え、もうノーノーか嘘やろ。エンドロールあじゃんじゃんじゃん。ハルリンスはねやめたんですよ。絶対にハルリンスいつかちゃんぶりするから。そうそうそう。なんか絶対やだこれ。またなんかするかなと思って今回は逆にハルリンス外した。絶対ここの組み合わせは今回はなしにした。歌わりもなかったよな。マジ？それはちょっとそれはちょっと。三人はたまたま。二、うん、人の歌わりなかった。ああ、うん。イメージなんです。たまたま。アミルいいせもうほんまにさ。うん泣いてらしくてもうなんか、ね、嬉しいもう優しい。はけてきた瞬間も、うん、お母さんかのようにさよきちゃんでーすって言ってくれて、それはね優しかったな、うんうん、差し入れもくれてね嬉しかった。ハルリンスまたやろうな。やろう。やっぱカンブリって楽しい。楽しい。普通の公演も楽しいけどなんか違った自分を見せれるからなんか嬉しい。なんか、うん、ファンの皆さんに見てもらえて、うん、なんかあと安心もする。あそっち空いてたから、うん、ここでやってもいいよ。いややってもいいよ全然。じゃマリンちゃん重点してるから。鏡でもいいねん。え鏡どこでもいいねんで。いいねで。あそうなん。なんか近々こんななコスプレ持ってんだよ。めちゃぶんだった。めちゃぶんだったで。そうなんできるやんじゃ。うん。もう捨てたけど。原さんとなゆいなもかなんかなったけど原さんといいのアボカドやから過去にボツになったをすぐやめた。やっぱりレナやな。うん。何が皆さん予想は何でしたか。
予想当たってるんかな、曲とか全然当たってなさそうじゃない。え、でも夢逃げはやっぱみんな思ってたかな。確かに、それはそうか。あと何やろ、まあ、夢色とかも可能性はあったんかな。そんなことないか。でも欲望もの言ってる方いた。確かにマリンの見せ場ですからあれは。いやもう最高、なんかかっこよかったわ、大好きマリンの踊り方大好きやもん。めっちゃ好き。あれハルリスあれやな。でも鉄砲隊の時もそうか。え、そうやね、もう欲望ものは鉄砲隊を原型としたもうみんなでもう3人出てるから、うん、4人か、4人出てて、うん、レナはちょっと今回は違うポジやったけど、うん、そう基本軸はそれ。バータリーがあると思ってたって。あーね、バータリーは客入れで使わせてもらいました。そこも考えた、うん、ハルトが、うん、バータリーから始まったから、うん、瀬取りには入れてないから客入れの時に使おうと。まあ、次世代でもやってるしな、この前。そうそうそう、うん、オネストマン迷ってん、うん、あの6期生推し、チーム B2 推しと、うん、オネストマン迷ってて、最初、うん、オネストマンにしてて、うんうん、でも最近めっちゃやってるなと思って、うん、やってやった、なんか違う色やっぱ見せたいよなと思って、うん、6期生推し、チーム B2 推しに変えた。確かに、だってもう日向の卒業公演で1回やった時で、あ、もうエモさ、エモいわこれ、そう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 、今エモいって思ってた結構なんかさ、やってるくない、ライブとかでも。新選組でもやったしな。あ、そう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 、うん、だから今回はなしにしましたね。確かに、そう、めっちゃでも迷った、入れ、うんうん、かけてた。あ、ハルリスセンターでピークやってる。ハルも一回やったよな。それは二人のカムイじゃない。え、じゃああの時はセンターポジションでやってない。そうなの、ジポジでやってんの。じゃマジ、うん、知らんかった。ちゃうわ、え、何、どういうの、サビの位置だけジポジでやって、うん、歌わりは分けてん。あ、そうなんや。けど立ち位置は自分たちのジポジでやったんじゃなくて、ちゃうわ、全然覚えてない。こっちも覚えてない。めっちゃしんどかった2人でピーク歌うな、最後のピークやったから。確かにきつかったな。ヘドリめっちゃ良かったよって。ありがとうございます。ロッキー推し最高だったって。ロッキー推しが嬉しい。なんかね、みんなのコールが聞きたいなって思いながらやってました。確かに、ね、確かにね。だってさ、他のさ、先グループがやってる推しのやつ見てもさ、うんうん、え、すごいやん、コールが盛り上がりがやっぱ違うなって。めちゃめちゃ持ってて、いつかまたねコールができるようになってもう一回やろう。やろう、うん、やりたい。ハイトリめっちゃ良かったね、ほんまに、で見た時めっちゃ思ったもん、めっちゃいいやんって。ほんま、普通に良かった。自分ではちょっとなんか不安になったよ、昨日の夜なんかもう無理だねそれどうしようもないけど、うん、え、ほんまにこれでいいかな、うん、ファンの人からどう思われんのやろう、大丈夫かなって思いながら、うん、昨日の夜過ごした昨日の夜は、うん、サステナブルを昔と永遠に読み越したサステナブルね、うん、握手会思い出すよな。わかる、懐かしい。サステナブル、ラブトリップからサステナブルの流れもぜひはるかのショールームで聞いてください。そうですよ、もう全部言います、うん、全部言いますってなんか隠してるみたいな隠してるわけではないけどね、早く、だってコールなくなっちゃってからさ。いや、ほんまに寂しい。ほんまな、ほんまに。あと2個です、皆さん2個終わったらランキング呼びますよ。どうやった、パン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 のアイドル最高。え、めっちゃ気持ちよかったよかった、それが言いたかったよな、アイドル最高、アイドル最高が言いたくてパン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 にしましたそうそうそう、真正面と2つあったな。そう、真正面、ゆいながセンターの曲は真正面か、うん、パンパンパパパンやって思って、うん、なんかどっちも欲望もののつなぎが良かったんやんか、うんうんうん、聞いた時も、うん、だから、あ、これはじゃあゆいなのも意見本人にちょっと聞いちゃおうと思って、うん、ゆいなにどっちがしたいって聞いたら、即答やったな。そう、アイドル最高が言いたいからパンパンパパパンでって言われたからじゃあもう言ってくださいって、うん、なったよな。そう、真正面は初めて誰ための時にフロントに立っ
なんかアンダーの時に初めてフロント立って16年の時に、うん、ああ言ってたの。 それでめちゃめちゃ結構自分の中でも思い入れは強かったんやけど、うんうんうん、パンパンも一瞬走り踊ってたからさ、うんうんうん、でもそれもあった、憧れがあった。あ真ん中ね、せやな、桃花がそういうのそう歌ってんの見ていいなと思ってたから、わかる、それは憧れがあったから叶いました、うん、叶った、ありがとうございます。プロデューサーだからめっちゃ今さ DMM でさミルさんの生誕祭とかがあんねやんか、うんうんうん、それ見てパン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 やってて、うん、それめっちゃ見た、見た研究しためっちゃ見た。そうそして自分がめちゃめちゃ幼かったミラコがお団子してた懐かしい。ミラコさん結構なんか固定部屋変わってたよ、ね、そうでちょうど歯もしてたから研究しておいた懐かしい、やってたな。そう誰ための歯をのいせやアンコールであの入りが好きやったから何バトルも歯にしてんだよ。ああそうなんや。そうだからめっちゃいい歯も見てた、懐かしい、うん、食べましょう、うん、全部食べた。アイス食べよう、うん誘って、うん、自分が食べたいから、もちろん。怖い、いつもな、全部な直すねうち、いや、分からん、いや、さすがにあれは直さん。出口はゴミは全部そこで直します、出口方式、うん、そしたらゴミ忘れずにしまう、出口方式、うん、完食、うん、最後の T シャツは自分たちでアレンジしました。昨日ゆなゆなママがビーズつけてくれましたママよし、ランキング見ます。いやー、なんか久しぶりにめちゃめちゃなんか寂しい、リハーサル、寂しい、はるかはなんかリハないけどロッキーで集まってみるでもね、ちゃんとさアンコールのチョーカーとこのハートのピン止めはみんなで買いに行ったんですよ。そう、それも嬉しかった、それ楽しかったな、うん、初めて同期とかで買いに行ってどれも楽しかったし、あのヘップを1階から6階まで全部見たけど結局一番最初に入ったエストの店で買いましたやめて1時間前に入ったエストの店でしかもなんかマリンちゃんが、うん、なんか一人ずつその待ち合わせ場所に、うん、そう来る瞬間をなんか盗撮してて、はるかが一番最初に待ってたんですよ、ついてたんですよ、うん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 、でマリンちゃんとレナが来てなんか誰かカメラ持って歩いてくる人おるなと思ってマリンしてなんかはるちゃんですか、あの握手してもらってもいいですかうちシーシーとあシーシーって言ってあはるかいたーってこうやって歩いたらマリオでそうじゃん、だってユイナ来たって言った瞬間隠れようそうおらんって言って全然誰もおらんって言ってそしたらハラカレもちゃんとあ取れにてるって言ってハラさん一番最後やったからハラさん1時間前に梅田連れてたのに一番遅刻してきたからなハラさんはいつもマイペースなんでそう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 そんな感じです、そんな感じで動画もいっぱい撮りました。そうだよ。よし、マリーはそんなキャラよ。全部隠し撮りしてるから。いや、マリー本物ぐらい。な。ではランキング読ませていただきます。13位キラちゃん、ああキラちゃんありがとう。12位ほのかちゃん、ありがとうほのかちゃん。11位ゆうゆありがとう。10位ガンズありがとう。9位トモタありがとう。8位まいちゃん、まいちゃんありがとう、お来てくれてましたね、ありがとうございます。7位うまおさん、お久しぶりありがとう。6位しゅうとくん、おしゅうとくんも来てくれたありがとう。5位しろありがとう。なんやねんこの高速なふり。4位こしもありがとう。スクショしたらブレてるやつ。3位しんのすけさんありがとう。指いっぱいみたいになってそう指いっぱい。2位マグマグありがとう。そして1位はディクタスさんでした、ありがとうございます。ディクタスさんおめでとうございます。1位ありがとうございます。はい、ということで長々とショールームありがとうございました。めっちゃブレたでしょ。ではやっぱり今からはるかが買ってきてくれたアイスを食べたいと思います。イエーイ皆さん6期生公演ありがとうございました。お邪魔しました。いやありがとう。
お疲れ様でした。ピーも。またね。